義兄嫁が第一子を出産して、私たちと同居中の義母が産後の手伝いに行ってるが、今朝、私ちゃん、もうお家に帰りたい。と義母から泣きの留守電が入ってた。消え入りそうな義母の声の後ろでは、とめこ、どこ行った。クアワットセドルフトズ不二子。解読不能。という怒号が聞こえていた。何があったんだ。夫が、さっき迎えに行った。結論としては、義母は帰宅。義兄のところは、義兄嫁の兄嫁さんが、産後の手伝いに行くことになりました。義母、かなりやつれて帰ってきて、びっくりしました。夫からの報告なので、息子フィルターがかかってることを前提にしてください。義母が義兄嫁に、赤ちゃんの世話に専念してねと言ったら、そうやって、家中のものを触りまくるつもりなんだな。と言われ、義母が家事をしてる間、ずっと後ろに立って見張っていたそう。ちょっとでも、義兄嫁の意にそぐわないことをしたら、とめこ、と怒鳴る。例えば、卵焼きを作るときに、丸いフライパンを使おうとしたり、洗濯するときに柔軟剤を入れなかったり、義兄が帰ってくると、義母があんなことをしたこんなことをしたと泣きながら訴えて、それを聞いた義兄に、嫁子に負担をかけないでくれ、と言われる。義母が耐えきれずに、家に戻ると言うと、義兄から引き止められる。残業が多く、家のことに構ってられない状況らしい。義兄嫁は帰れとは言わず、ただ毎日、義母を責めたり怒鳴ったりの繰り返しだけど、食事は、作ってくれたものをおとなしく食べていたそう。赤ちゃんのお世話も、少し手伝ったらしいです。夫が義兄宅に行った時、義兄嫁は部屋にいて、一切顔を出さないし、話もできないので、休日出勤の義兄を自宅に呼び戻して話し合いをした。最初、義兄は、義母の言うことを一切信じなかったけれど、うちの留守電に入っていた音声を義兄に聞かせると、ものすごく驚いて、義兄嫁に確認したところ、事実を認めたそう。来てくれるのはありがたいし、食事も美味しいし、赤ちゃんの世話も助かるけど、いるだけでイラつく。というのが義兄嫁の言い分。それを聞いた義兄が怒って、義兄嫁の実家に連絡した。義兄嫁は、お母さんが亡くなっていて、実家に頼るとしたら兄嫁さんがいるが、どうも、一方的に嫌っているそうで、最初は、生まれたことすら教えたくない、と言ってた。これは私も聞いている。でも、だからといって、義母が理不尽に責められる言われもないので、ここは、義兄嫁実家に協力をしてもらおうと思ったらしい。それから、義兄嫁の兄夫婦がやってきて、結論のようになりました。留守電を聞くのが遅くなったのは、単に夫婦揃って寝坊をしたため、義母は、私にとっては、超両義母。義兄嫁とも、これまで確執はなかったと思う。義兄は、繁忙期のため、週に3日ほどしか帰ってこないし、休日出勤も多い。義兄嫁からは、特に謝罪はなかったそうだけど、夫が帰る時には、お姉さんは嫌。義兄嫁の兄嫁、お母さん、帰らないで、と泣いてたらしい。産後うつの可能性もあるけど、その前に、義母がストレスで倒れたら困るから、とりあえず、私は、義母のフォローに努めます。義母が義兄宅に行くことになったのは、義兄夫婦に頼まれてのことです。産後、義兄の繁忙期と重なることになったので、いわゆる、緊急避難的措置って感じです。今月半ばになれば仕事が落ち着くので、それまでの期間の予定でした。これは、あくまで夫が感じたことですが、義兄嫁の兄夫婦は、義兄嫁のことを本当に心配してて、兄嫁さんも、義兄嫁に対して、悪感情は持っていない様子だったということです。泊まり込みは難しいが、通いで家事をしてくれることになったようです。義兄嫁兄も、時々は様子を見に来るらしい。最後は、義兄嫁もしぶしぶうなずいていたと聞きました。義兄嫁の兄夫婦から、
義母には謝罪があり、義母もそれを見て安心して帰ってきました。子供のことについても、義兄夫婦と義兄嫁の兄夫婦で話し合って決めたことなので、私たちは今後ノータッチと夫が決めてきました。義母は飼ってるハムスターとのんびりお昼寝中。ハムたちも心なしか喜んでるように見える。